今日ユニクロとホワイトマウンテニアリングのダウン発売日なの？いや最近ユニクロさんのコラボ忙しいな。ちょっと前にユニクロ C やって、その次にユニクロ U が来て、確か来週 JW アンダーソンとのコラボレーションも控えてるはずなのに、その間にホワイトマウンテニアリングとのコラボレーションダウン、いやなかなか忙しいな。ちょっとスケジュール的にも厳しいからパスしようかな。いやでも結構レビュー楽しみにしてる方もいるかもしれないな。誰かユニクロホワイトマウンテニアリングのコラボダウン大人に似合うかどうか解説してくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボダウン、プロが実際に買って徹底解説というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にも触れた通り、最近ユニクロのコラボレーション企画が連発してまして、個人的にもですねちょっとヒーヒー言ってるんですね。こういったイベントごとが多いのはネタに尽きないから嬉しくもあるんですが、スケジュールも結構詰まってる中でちょっと今回はどうしようかなと思ったんですが、なんとかですね時間調整をして、今緊急で動画を回していまして、この後ですね自分で編集してなんとか皆さんにですね動画をお届けできるように全力で動画をですね作っている最中なんですが、このですねユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションラインっていうのは今回が初めてではなくて、おそらく3回目かなと思うんですね。これまでにも僕のチャンネルの中ではですねこのコラボレーションラインについて解説をしてきました。今回はその中でも一方ですね、割とライト目のダウンがリリースとなりまして、こちらをですね実際に買ってきましたので、皆さんにですね、前作や前々作との違いはどこにあるのか、あとは実際にどう着こなしに落とし込めばいいのか、このあたりまでですねしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。僕自身ですねホワイトマウンテニアリングは好きで時々お買い物をするんですね。実際ですね今僕が着てるこちらの T シャツもですねホワイトマウンテニアリングのものになっていまして、アウトドアを意識したようなアイテムが多いんですが、どれもデザイン的にシャープで街着にも落とし込みやすいものが多いのがホワイトマウンテニアリングの特徴なんですね。僕はアウター系も買ったことはありますし、それ以外にもですね T シャツやシャツなどアウトドアっぽくないものもですね買ったりはしてるんですが、その中でも今回はユニクロとのコラボレーションということで、普段のユニクロのですねアイテムに対してホワイトマウンテニアリングの世界観をうまく融合させたような非常にですね完成度が高いものが展開されているので、しっかりめにですね今回も皆さんに解説ができればなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着用してみましたが、いかがでしょうか。ちなみに僕はですね身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回はですねこちら M を選びました。まずサイズ感から見ていきたいなと思うんですが、ユニクロの通常のですねアイテムに比べても少しだけゆとりがあるかなという感じですね。ベーシックなサイズ感よりは少しゆとりがあって、トレンド感はやや感じるかなと思うんですが、決してワイドに振りすぎてないので、そのあたりは使いやすいようなサイズ感になっているかなという印象です。でこちらは名前にもある通りハイブリッドダウンということで、この本体部分にはダウンが入ってるんですが、袖の部分だとか脇はですね中綿シートが入ってるんですね。そういった意味ではいわゆる一般的なダウンよりはもうちょっとライトな感じになるので、冬はちょっと寒いかもしれませんが、それ以外の冬場はですねしっかりカバーしてくれるような、そんなアウターになってるかなと思います。そういった理由もありまして7990円ということで、価格面も結構抑えめになっているので買いやすいですね冬用のアウターになってるかなと思います。で今回のですねコラボレーションダウンに関しては過去に似たようなものが2つありまして、前回と前々回のモデル、ちょっと画像を見ていただきたいなと思うんですが、実はこの2つってそこまで大きな変化がなくて、襟元ぐらいかな、襟元の仕様だけちょっと違うかなというところが見受けられたんですね。ですが今回は大枠は変わらないんですが、いくつか変更点があります。まずはですねこのジップ部分ですね、以前はボタンで留めるようなタイプだったんですが、今回からジップタイプになりました。なので見え方にはちょっとした変化が見られるかなと思います。個人的にはですねこれ毎回思うことなんですが、これダブルジップにしてもらいたいなって思うんですよね。価格がたとえ500円から1000円上がってもダブルジップになっていて、ここだけでですね開閉できるんじゃなくて下からも開けられたら最高なんだよなっていうところは相変わらず思ったところなんですが、ここはですねシンプルなジップになっています。あとは表面のキルティングですね、ここにも変化がありまして、前作前々作はですね横に配置されたひょうたんキルトみたいな形になっていたんですが、今回からですねダイヤ状になっています。一般的なキルティングで見られるような柄ですね。ですがちょっと変則的で、これ見えづらいんですが、上の方は通常のですねダイヤ状なんですが、下はですねちょっと大きめになってというか、
広がりがあるようなダイヤ状になってですね、この辺りもかなり凝ってますね。よく見ないとわからないんですが、そういったところも一つのポイントとしては挙げられるかなと思います。あとは袖の部分ですね、ここもですねまた違った見え方になってくるので、かなり凝ったキルティングが入ってるなという印象ですね。あともう一つ襟元の仕様ですね、ここも変わってきました。まあ、前回はですねちょっとこうモックネック状というか襟があるような状態だったんですね。で前々作はすっきりめのノーカラーっぽい見え方だったんですが、今回はちょっとこう MA1 だとかそういったものに近いようなリブがついてるんですね。襟元すっきりしてるんだけども一つのアクセントが入ってると。あとはその部分にもですねリブが入ってるので、この辺りの見え方は大きく変わったかなと思います。それ以外はそこまで大きくは変わってないんですが、まあ、縦にですねジップがここに1箇所2箇所ついているので、結構収納量も豊富にですね備えていまして、丸みのあるシルエットで短丈ということで、ちゃんとトレンド感も漂うような見た目になってまして、まあ、これは買うだけで今っぽさが簡単に出せるのですごくいいアイテムかなと思います。でカラー展開がですねブラックとオリーブとあとはワインレッドみたいなカラーの3色だったと思うんですね。で個人的には結構ここ最後まで迷ったんですね。お店に行く前までは、まあ、ブラックが安牌だろうと、おそらく自分はブラックを買うであろうと思ってたんですね。というのも僕はオリーブという色が大好きではあるんですが、このオリーブの濃淡によってチープに見えたりやぼったく見えたりすることも少なくないので、ちょっと難しいかなと思ったんですね。ですが実物を見たらブラックはもちろん安牌で間違いないんですが、オリーブが色深めで上品なんですね。今実際にですねカメラに映ってるよりも実物僕が見た状態の方が色はちょっと濃いめなんですね。なので大人の男性が着てもこれはですね間違いのない色味かなと思っています。ダウンだとかコートだとか結構ブラック系のものをお持ちの方は多いかなと思うので、オリーブを買ってあげることでだいぶですね着こなしと幅が広がるかなと思うので、今回個人的にはオリーブを皆さんにお勧めしたいなと思っています。ただですね意外と着こなし方が難しいなと思ってまして、僕は今ですね先ほどまで着てたホワイトマウンテナリングの T シャツの上に着ていますが、まあ、実際にはこういったスタイリング難しいかなと思うんですね。半袖 T シャツの上にこのアウターだとさすがに脱いだら寒いので、もうちょっとですね内側の着こなしは変える必要があるかなと思うので、実際にですね僕がコーディネートするのであればこれが鉄板だろうという着こなしですね、この後ちょっと着替えてみたいと思います。はい、ということで今度はですね全身で皆さんにですね見ていただこうと思いまして、ちょっと引きで撮影をしています。先ほどはですねこちらのダウンの下にはホワイトマウンテナリングの T シャツを着ていましたが、ちょっとリアリティがないので今度は内側にですね丸首のニットを着てみました。まあ、これがですねいろいろと試した結果一番収まりが良かったんですね。今着ているのはライトグレーの中肉厚のニットになります。昨年購入したスティーブン・アランのものなんですが、こういった明るめのニットで合わせていただくとオリーブが持つですねやぼったさをうまくですね中和することができるかなと思うので、これが一つの手かなと思っています。まあ、今はライトグレー着てますがオフホワイトだとかホワイトのようなもうちょっと爽やかなものとかでもハマりがいいので、そのあたりは試していただきたいなと思います。またはブラックだとかダークグレーとかのニットで引き締めるのもいいかなと思うので、ややですね、まあ、このダウン自体がちょっとカジュアルなので内側は少しきれいめなもので合わせていただくとバランスがいいかなと思います。他にはですねスウェットみたいなもので合わせるのも結構ハマりがいいんですが、いかんせんこのですねダウンがカジュアルなのでかなり大人の男性にはカジュアル方向に振りすぎてしまうので、このあたりは似合う似合わないは分かれるところかなと思います。あとは実験でパーカーを着てみたんですね。フード付きのパーカー、これがですねハマりがあんまり良くなかったです。ちょっと襟元がですねこのリブがついているので収まりが良くないのと子供っぽく見えてしまうので、まあ、できれば襟元はすっきりとしたこういった丸首か、まあ、もしくは最近 V ネック型なんかもよく出ていますが白 T に V ネックでこのですねダウンという着こなし方も悪くないんじゃないのかなと思います。でボトムスに関してはですね今ブラックのパンツを履いています。まあ、いつも通りですね、オリーブの色自体がやぼったいのでボトムスはブラックでギュッと引き締めてあげると、まあ、一番バランスが取りやすいかなと思うので、大人世代であればこういった着こなしが一つのベースになってくるんじゃないのかなと思います。で足元に関しては白のジャーマントレーナーを合わせました。ちょっとミリタリーっぽさもあるようなデザインなので足元にもですねちょっとミリタリー感のあるジャーマントレーナーということで少し雰囲気を似せたような形でリンクをさせてみました。まあ、その他に
にもブラック系のサロモンの XT6 だとかニューバランスのスニーカーとかで合わせても僕はハマりがいいかなと思うので、そのあたりはお手持ちのものでいろいろとトライをしてみるといいんじゃないのかなと思います。アイテム単体で見るとすごくかっこいいんですが、意外と着こなしの中に取り入れようと思うと少し癖はあるなと感じたのがこちらのアイテムになっていますが、明るめのニット黒パンというところがまずはセオリーとして合わせやすいかなと思うので、よかったらですね皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では本日発売となりましたユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションによるリサイクルハイブリッドダウンですね、こちらについて皆さんに解説をさせていただきました。結論、非常に良い商品だったと思います。ユニクロには様々なダウン系のアイテムがありますが、その中でもウルトラライトダウンのような割とこう昔からあってベーシックで使いやすいものに比べると、デザイン的にもちょっと一癖あっておしゃれが好きな方にも満足度が高いデザインになっているのがこちらのシリーズかなと思います。改めてですね、前作だとか前々作を見てみても数年前なんだけども古臭い感じがしないほどですね完成度が高いので、きっと今回のですねこちらのアイテムを買っても複数年使うことができるかなと思うんですね。それでいて普段のユニクロにはないような適度なエッジの効いたデザインなので、これはですね買って間違いがないようなアイテムかなと思います。特に最近の日本暖冬になっていますので、このアウターでもですね結構長い期間使うことができるんじゃないのかなと思います。場合によってはロングコートの下にですね差し込んでいただければ重ね着のパーツとしても使うことができるかなと思うので、ぜひ皆さんもですねまずは店頭でですねチェックをしていただければなと思っています。今回僕はオリーブを選びましたが、ブラックもいい色なので、皆さんはですねどちらを選ばれたかというところも含めてですね、よかったらコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、今回の動画気に入っていただけたらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。